皆さんもすでにご存知かと思いますが、担任の本郷先生が改造人間にされてしまい退職いたしました。なんだよそれ。受験直前に担任変わるとかなめてんだろ。静かに静かに。そこで急遽新しい担任の先生をご紹介します。この方が新しい担任の。おー、俺の名前はルパン先生。なんだよなんだよ、先生一人じゃないのかよ。後ろの二人は何なんだよ。いかにも銃の達人と剣の達人っていう風情で。帰るのかよ。何しに来たんだよ。まあまあ、バン先生は新米の先生なんだ。あまり責めないでやってくれんか。責めないでとかいうレベルじゃないじゃないですか。とにかく責任を持って私もサポートにつくから。いいですね、ルパン先生。とっつぁん。いや、とっつぁんじゃないよ、校長先生だ。とにかく早く授業を始めてください。リンゴが5個ありました。さらにみかん3個を買いました。合わせていくつあるでしょうか。グフフフフフフ。はい、この問題わかる人。なんで受験の前にこんなレベルの算数やってんだよ。うじこちゃん。うじこじゃありません。とっちゃん。とっちゃんじゃありません。坊や。とっちゃん坊やだと。いや、すまんな、ルパン先生は何分新米だから。で、答えは簡単です。8個です。はい、正解。おい、なんで間違いなんですか。ルパン先生、いくらなんでもそりゃおかしいんじゃないかね。なくなってる。そんなバカな、ゼロなんて。ルパン先生もいない。黒板に盗まれたってどういうことなんだよ。なんか逃げてる。わかった。え、つまりルパンだけに。回答には気をつけろ。なんでそれ。